テルポンの4つの財布をお送りいたします。今日はね、世の中の厳しさを教える女王の教室、ドラゴン桜の名言というのをお送りいたします。ということでね、今度ね、テルのビジネス大学じゃなくてテルポンの4つの財布という名前にいたしました。でですね、この女王の教室の名言ね、まずこれすごいですよね。天海、さんがね、演じる先生が厳しい言葉を生徒に告げるということですね。日本という国はそういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているのですっていうんでね、シニアになって考えると現実この通りかもしれませんね。特権階級っていうのは人口の 6% ぐらいだって言いますよね。で、代々の、まあ薩長の流れとかね、あるいはその町々のその代々のお金持ちなんでしょうね。で、多くはですね、政治家を生み出し官僚になってらっしゃるというですね、そういう特権階級の人たちがあなたたちに何を望んでるか知っているわとこう聞くわけです。で、その答えは今のままずっと愚かでいてくれればいいのと。世の中の仕組みや不公平に気づかずテレビや漫画でもぼーっと見て、なんか私がそうやってましたね、何も考えず会社に入ったら上司の言うことをおとなしく聞いて、戦争が始まったら真っ先に危険なところに行って戦ってくればいいのって言うんでね、すごいですね、このね、天海先生ね。勉強をして多くはね、サラリーマンになって、まあ、新卒一括終身雇用でね、税金を見るとよくわかるんですけども、学校では教えないですからね、後になってわかるということで。で、初任給でだいたい月給20万円なら、年収、16ヶ月分ぐらいですかね、そうすると320万ですよね。はい。この時税金、所得税、住民税、社会保険料が、ね、あってね、たくさんあるわけですよ。で、競争社会で上に上ろうと頑張りますよね。そうすると税金が累進的に増えていくと。給料は上がるほど税金が増えていくということですね。で、役員になって年収1000万でもですね、税金 30% で手取り700万になっちゃうわけですよ。これ気がつかないんですよね。で、家賃や食費や小遣いなど、600万消費してですね、預金できるのが100万円というの、これがね、サラリーマンの課税方式でございますね。サラリーマンが副業をやるとしようということでね、これを逆さに考えますと、個人事業主で考えますとね、事業主で1000万とすると、そこから生活費600万かかると、残り400万に対して事業税が100万、残りが300万ということで、個人事業主であるフリーランスなら役員よりも多くのお金が残ると、こういうことなんですね。これは学校で教えませんね。自分で学ばないと分かりません。君たちはぼーっとテレビや漫画を見て何も知らないでいてほしいんだねということで、お金の授業は学校で教えませんよね。テレビを見ていってほしいわけです。そうしてる間に特権階級の国会議員や官僚さんはですね、居眠りしながら税金をゲットして無駄遣いされるんですね。で、多くのサラリーマンが会社から独立して法人として業務委託を受けているんですね。リーマンで、役員として1000万稼いでもですね、累進課税で税金が先に取られて手元にはお金が残らないんですが、一方で会社から独立、法人を設立、業務委託で同じ仕事をすると、法人は売上から借りている事務所代、水道、光熱、パソコン、スマホなどのリース料、営業用車用の車のリース料、出張などの旅行旅費、接待などの交際費を引き残りを課税されるんで、手元に残るお金が役員より多いんですね。私が聞いた話では、外資系のファイナンスの営業マンもこの業務委託でですね、億単位の売り上げを立てて、交際費、事務所費用、車リースなどを経費計上しての残金を数えされるので、これもリーマンなんですが役員になるよりいいのですね。この仕組みは学校で教えないんで、授業をやって初めて気がつくんですね。サラリーマンにはね、教えたくないんです。気がつかないでいてほしいんですね。
ですから私このビジネス大学でお金の、ビジネス大学でお金を勉強すべきだとテルは言うのですということなんですけども、これ、身内を個人の事業の補佐役として雇うのはいかがということで、1000万円を事業主として稼いだとすると、ここから事業費、車リース料、旅費、交通費など経費を700万円計上すると残り300万になって、ここで税金払ってもいいけど、ここで母親を領収書の整理の手伝いに出して年報酬100万円払うと、それから事業の手伝いとして奥様にやっていただいて年報酬100万払います。そうすると100万円の課税所得に税金がかかるんで、そうするとですね、自分の役員報酬として年100万円支払うと、さてどうなるかというとですね、課税所得なくなっちゃうんですね。こういうやり方でみんなやってるわけです。サラリーマンは知りません、これね、教わりません、学校で教えてくれません。個人事業主の税金はやるようがあるということですね。で、商店街の商売してる私の友達とか、工場地帯の工場経営の友人はこれをみんな知ってるんですね。でも住宅街の友人や大学のリーマンの友人は、大手の銀行や商社に入り1000万の収入があっても税金の知識がないので、課税所得累進課税となって税金が 30% 引いた後から生活費が600万かかると手取り100万だけとなると、どっちが得なのかっていうことですね。それからドラゴン桜の名言となりまして、このドラゴン桜の名言はルールを作っているやつら、特権階級の官僚や政治家はなと、この状況が美味しいからこの仕組みにしているんだ、自分には関係ないと思っていると一生騙されて高い税お金を払わされ続けるぞ、なぜ社会はこうなっているのか、誰がどんな意図でこの仕組みを作ったのか、本質を見抜き自分なりの答えを出す力をつけろ、自分の人生は自分で作る、人生はどうなるかじゃなくどうするかだって言ってね、安倍ちゃんが言うわけですよ。ドラゴン桜ね、君も分かったらテルポンビジネス大学で学ぼうって言うんですけど、ビジネス大学今度4つテルポンの4つの財布って言うんでね、4つはですね、1つは給料と年金、それから、あと不動産投資と、特に古屋の貸し屋がいいですね、それから証券投資、それから、ブログ YouTube、 この4つです。はい、ということで今回は、世の中の厳しさを教える女王の教室、ドラゴン桜の名言というのを送り出しました。内容がよければいいね、そしてチャンネル登録していただきますと、またこういうのを作っていきますので、よろしくどうぞ。